ケンアダムです。まあはい声がですね響くんですけど、気にしないでいただけるとすごい嬉しい。なんか引っ越したばっかで物がないとお部屋が響くみたいで、なんか撮った動画がほとんどなんかお風呂でやってるみたいなお風呂で実況してんじゃないか疑惑が出てまして、特にお風呂でやってるわけじゃないんですけど、金の鮭と今日はさらにそれプラス寝起きでやっております。寝起きって言ってももうなんか2時半、昼の2時半なので死んでしまいました。昼の2時半なので時間で死ぬのか俺は、ウルトラマンか。そう、あのね、極力ね響かしたくないのでなんかこの家具が揃うまで、なんか家の部屋、まあ写真載っけときますわ、家の部屋にこれしかないの今、パソコンしかないから、そうパソコンしかないから、なんかマットとかなんだろう、タンスとかあったら買ってちょっとつけてみようかなと、つけられたらいいなって。したらお風呂状態治るので、うん、お風呂直したいですだから我慢してください。まあそうだね、実家で撮るのがいいかもね、それまでね。すごいな、鮭はもう休みがないな、社畜だな。以上鮭いっぱいですね。でも気持ちいいですね、朝からこんなこと。まあ2時なんですけど、2時半なんですけど、喉もガラガラよね、起き。なんで俺朝から動画撮ってんだろう、昨日やっとけばよかった。なんで朝から俺はこんな話してるんだろうってつくづく思います。お風呂状態でね、歌ったりしたら上手くなるのかな。お風呂で歌うと歌がエコーかかって上手く感じるから結構好きなんですけど、ちっちゃい頃とかお風呂でよくカラオケ代わりに歌ってましたね。よいしょ、じゃあちょっと運んであげようかな、味方のためにな。今キャンピングシェルターだ。鮭はさ、あんまりさ普段からさいっぱいやるわけじゃなくて、やっぱ縄張りバトルガチマッチの方がやるじゃないですか。なんか今月はね全然ねガチマの方やらなかったんですけど、縄張りばっかりやってたんですけど、鮭もねたまにやるとねいいですよね。よく生放送でやってるんですけどね。おいしょ、鮭はななんかコメント見やすいから、人のコメント見やすいから、戦ってる時って忙しいから。金の鮭連れてきました、ここに連れてきました。はい、ナイスナイス。まあタイトル寝起きサーモンだろうな寝起きだけど普段通りです。自分なんか4時間ぐらいしか寝なくてなんか生きていけるんですよ。ショートスリーパーって言って、そんな長い時間寝てるわけじゃなくて3時間4時間寝れればいいかなみたいな今死ぬんか、ごめん。ゆうたくんお願い、ゆうたくんお願い、ずっと待って、ゆうたくんが助けてくれない。ゆうたくん、わざと助けなかったよね今。ゆうたくんが悲しい、おじさん悲しい。ゆうたくん見とこ見とこ。あーでもこれ倒してあげよう、こっちも倒して。ああ、ちょっと楽しくなってきたスプラやっぱ楽しいね。こうなんかゲームができるご時世ですよね今、リモートで在宅ワークとか学校とかもちょっと分散登校だとか、まあ多分新学期始まってから普通の状態に戻ったんじゃないかなと思うんですけど、最近どうなんですかね。
リアル市場は俺家にこもってばっかりでゲームしてばっかりでさ、まあ知らないからその最近の事情が、政治とか政治とか、あー痛かった、舐めた、今日下手っぴだ。なんか2匹いる、1匹入れといた。ウェブさんね、俺スーパーチャクチャ持ってるんですよ。うん、なんかもったいないから使っちゃおう。でも意味なかったな、これ。やばい、なんか曲がってきた。あぶね。おお、危ない危ない。あと2個。ゆうたくん死ぬよ、それ。ゆうたくん、俺も死んだ。ゆうたくん、俺も死んだ。ゆうたくん生きてる。ゆうたくん、今度こそ助けて。今度こそ助けて、ゆうたくん。今度こそ。あ、違う、ゆうたくん助けてくれて、優しい。これ助けてあげよう、俺も。あ、大丈夫？はい。大丈夫か？これで入れとこう。よし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 。なんか、ソロプレイヤーがいた。いやー、朝からハードな、まあ昼だけど。やばい、続けちゃったよ。続けちゃった。2戦目来ちゃった。やばいよ、進撃のおかんがいるよ。最近進撃の巨人を読み直しまして、なんか完結したんだって。俺が高校生ぐらいに出てた漫画で、ちょっと楽しさ、見てて楽しさもあったんですけど、なんか時々見なくなっちゃって、で結局内容忘れちゃったので今買い直して巨人見返してるんですけど、そこに来ました進撃のおかん。一緒に頑張りましょう進撃のおかん。逃げろ。あと今回リールがあるんだね。この武器好きなので嬉しい。自分の好きな武器がサムにあると嬉しいですよね。浮き輪がいた。俺は助けるから浮き輪。はいはいはい、これ入れて大丈夫か。おかん入れといたぞ。このボムを鮭で投げまくってるからか、ボムの使い方が良くなってきたんだよな。今更だけど今更だけど、縄張りとかでも使えるよね、この鮭で培ったボム。倒します。オッケー。いやー、お風呂から早く抜け出したいですね。ちょっとね、あえてね、小声で喋ってるんですよ。うん、疲れてるわけじゃなくて、わざとお風呂で響かないように小声で喋ってまして、これで聞きやすくはなるんじゃないかと。今実験中なんで、実況動画撮ってみんなに見せるんだけど、あえて小声で喋ることによってっていう実験をしている。この動画も実験なのです。進撃とか大丈夫か。おい、ナイス。おかんナイス。そう、なんか騒ぐからさ、いつも騒ぐとさ、キンキンするの。編集で聞いてるときなんかみんなには失礼だな、かわいそうだな。最近思い始めました。ちょっと本当に2週間以内に、今から2週間以内に、4月末までか、4月末まででしょ。2週間はちょっと早いかも。4月5月までにちょっと直しときますね。でそれまで実家で撮った動画を持ってくる。なんで俺実況動画に実況動画の裏話を今この実況動画で話してるんだろう。作戦があるんですよ。でもね、家で喋るとね、実家の方ね、お母さんとお父さんがいる家で喋るとね、普通なの。一人の家だとね、うるさいんや、お風呂なんで。うれ。なんか余裕ですね。このね、満潮がね、あ、館長か。館長がね、楽しい。こう、干上がってる時、なんかあんま、好む人少ないかもだけど、こっちの方が好きなんですよね、サーモンは。なんか逃げやすいし、倒しやすいし、集めやすいしっていう。今回またスーパー着地だ。うえい、危ない。いや、普通の時よりこっちの方がね、混み合わないから好きなんですよね。はい。これもノルマ行くね。おっと、危ない。ボムラッシュもしてくれていいね。あ、やばい、声がガラガラになってきちゃった。はい。はい。はい。オッケー。今日はあれですね。俺が裏でゲームしてるとこ見れるみたいな感じの
なんかゆるさになっちゃってるけども、何も企画とか考えてなかったから、ただ PM しようみたいな。ほい、1個入れて、もう1個入れられたらいいですね。はい、あー、閉じたー、閉じちゃったよー。タイミングが悪かったのかな。もうちょい早く気づいてれば。ナイス。てか、ノルマ今回めちゃくちゃいかない。さっきもだけど30超えることが結構あったよ。あ、キャンプだ。さあ、干潮が終わりました。水かさが増してきました。危ない。危ない。これ狭いよ。狭い方が苦手だ。グリルだよ。グリル、やばいな。これ止めて、で、俺が、この、傘で、小ジャケを倒していこう。これ小ジャケの方が面倒くさかったりするからね。ほい。ほい。ほい。で、開く。開く。オッケー。あ、待って。待って。待って。危ない。ナイス。これ、倒そう。やばい。やばい。一回降りる。一回降りよう。一回降りよう。これ結構やばいから、着地使って、インク解雇して、これ倒したいですね。で、小ジャケは開いて倒す。オッケー。お、止めない。ナイス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 。これ開いて、開いて倒す。開いて倒す。あー、次来ちゃった。次来ちゃったよ。これ着地、いっとこう。一回、これもう着地ないから。待って、待って、食べれる、食べれる、食べれる。ちょっとさ、一匹さ、もうさ、ちょっと一匹、連れてくわ、こっち。食われる。一匹邪魔だからさ、連れてって、ここで、小邪気になった。やはり、敵は小邪気なんだよな。あ、でもナイス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 、ありがとう。駆逐してくれ。進撃の、おかん。駆逐してくれ。もうなんか、ハンバーグの巨人みたいなやつ。ナイス、ナイス。あ、ナイス、おかんナイス。おかん助けるよ、ナイス。いいね。楽しかった、今日も。はい。てな感じですけども。近況報告でした。もう声が響くのを、今月中に何とかしてきます。期待して待っていてください。頑張ります。